破れ傘は、菊ブ破れ傘属の多年層。若い個体は、根室用1枚のみで、家計が出ない。年数が過ぎ、栄養が蓄積されると家計を出す。茎は直立し、分子せず、高さは70から120センチメートルになる。根室用は1枚。形葉は2から3枚で誤生し、花方の葉は、長い傭兵を持ち、傭兵の基部は茎を完全に取り巻く。 陽心は円形で低35から39センチメートル、時に50センチメートルになり、7から9個の列片に手のひら上心列する。各列片はしばしばに中列し、その幅は2から4センチメートルになり、円に不揃いな影響子がある。若い葉には絹毛があるが、後に無毛になる。花器は7から9月、茎の先に円錐花女に白色から、 淡紅色の頭花をつける。双方は長さ9から10ミリメートルの筒状。双方辺は5個。頭花は7から13個の小花からなり、すべて両性の筒状花。小花の花冠は孤列し、花中の先は2つに分かれ創り返る。和名の由来は、目出しの頃の若い葉の様子が、破れが差に似ることによる。日本では、本州、四国、九州に分布し、 産地の林家の斜面などに生育する。東アジアでは朝鮮半島に分布する。目出しの頃の葉が展開する前の葉と茎は山菜として食用にされる。ありがとうございます。